こんにちは、今お昼です。孫さん引退宣言かしらって私思っちゃったんだけど、ソフトバンクグループの株価予測をしていきたいと思っておりますが、株主総会見ました？面白かったよね。孫さん笑顔満面でしたね。これ聞いてさ、孫さんのプレゼン、ソフトバンクの株を買いたくなりました。はい、情報革命の資本家へっていうお題目から始まったんだけどね。ちなみにこれソフトバンクグループ株式会社のホームページね、ビデオが出てるんで見てみてくださいよ。でね、〇〇からのって絵だからね、何から資本家になるのかしらってことをね考えてみましたよ。はい、まずはね、ちょっとね、ビデオの圧縮版というか解説というか、私の思うところを絡めて、ちょっとね、一緒にね、見てみましょうね。はい、まずはね、連結の業績から説明がありまして、売上高がね、10.5% 増えましたって。ちなみに皆さんご存知の通りですよ。ソフトバンクグループの売上ってね、9割方がソフトバンクの携帯会社の売り上げですよ。連結してるからね、ソフトバンクの売り上げがそのままソフトバンクグループの売り上げになっちゃって、ソフトバンクグループの売り上げの大部分がソフトバンクの売り上げなんだよ。ほいで、損益というと、ここにはね、投資損益で3兆円吹っ飛ばしたよってことで、この投資損益っていうのは、去年 7.5 兆円プラスだったのが、今年マイナス3.4兆でしょう。11兆の落差がありましたねってね、いう感じ。これものすごいよね。で、じゃあね、来年はどうなのよって形だけどさ、爆益の番かもしれないよって。後で見ましょうよ。爆損爆益、爆損爆益っていう順番だったからね。アームがあるからね。で、純利益もね、ほら、歴史的な赤黒が展開。これ会計上の利益ね。そもそもナブで見てくれって言うけど、やっぱり会計上の利益で株価は決まるっていうね、ところがあるからね。4兆9000億の黒字からマイナス1兆7000億だよって。で、来年を真っ黒かもしれないぞってとこなんだけど、配当はね、44円をキープしますよってね。まあ、厳しい質問がありましたよね。44ってのは縁起が悪いので、7万にしてはくんないかっておっしゃってたんだけどもね、誰かさんがね、質問でね。そうさん知らんわなーってさ、増配はあんまりしたくないよってね。だって減配することになっちゃうと大変だからってさ、安定配当をしたいんで、44円を継続したいと。ただね、自社株買いを通じた株主還元に力点を置きますと。配当金っていうのは、一回受け取ったりなんかしてさ、それで受け取った人が株主辞めちゃったりなんかすると、もうそれっきりだよねってね。長い目で見るには、自社株買いの方で株主に応えていって、長いお付き合いをしてほしいって、まあそんなことをおっしゃってましたね。私もソフトバンクグループを考えるにあたっては、やっぱり長期投資かなって思うわけですからね。孫さんのお考えっていうのは、ふむふむと思いましたよ。で、なんと投資会社449社ですよ。はい。で、世界の3分の1の有望な AI ユニコーンの筆頭株主だぜってね、ことなので、AI がね、これから伸びるっていうことはもう疑いもない事実だよと。孫さんは1ミリも疑っていないのじゃと。だから長期的に見てくださいよ、爆上げするぜって、その話をね、されてましたね。投資損益、ほら、すごいもんね、これ。なんだ、1兆4000億円のプラスっていうのが霞んで見えるよね。6.5兆だもんね。その次が 3.4 兆の赤だもんね。なんと恐ろしい。はい。歴史的な赤黒で、数よ、振幅が拡大してるでしょう。じゃあ来年どうなるんですかってさ、真っ黒の可能性あるよね。だってアームの上場が控えてますからね。まあ、そんなような夢のあるというか、なんというか、見てて楽しい会社ですよ。でね、累積の投資利益、トータルでは勝ってるわけですからね。だから、有用な AI 投資信託を買ってるようなもんですよ。ボラが激しいんだけど、ちゃんと結果は出てますっていう感じですよね。で、分配金もちゃんとね、出てますって。これが、再投資の原資として成立してますので、ソフトバンクグループの投資は、社内完結するような方向で、まあ、成功を収めつつあるという感じですよね。で、ここにプラスソフトバンク子会社からの
あそこの超高配当の4割をソフトバンクグループが吸い上げて、そしてそれをね、再投資するような構造ができているんで、ソフトバンクグループの経営構造というのがとてもうまくできているなってことをね、後でちょっと復習しましょうね。はい、運用資産の総額も21兆ですもんね。長い目で見てみると確実に成長してるわけですよ。投信のさ、規模が拡大する方向になってると、まあ、デコボコありますけどね、その投信っていうのは将来も有望だよねっていうことでしょう。だからね、これからもこれいい感じでね、大きくなっていくっていうの期待がありますよね。で、アセットバックファイナンスってなんか言葉よく分からないんだけども、要するに自分とこの有価証券を使って資金調達してるってことで、アームがさ、ね、株担保借りみたいな感じのものになって、アリババでやってるようなことをね、アームでもやれるようになりまして、80億ドルもね、調達してますってことなんだけど、要するにアームが将来上場するよっていうところの、そこを当てにして資金を前借りしてるよってことです。逆に言うとね、孫さんはアームの上場が成功するんじゃいって言ってるけれども、客観性を持ってで成功するんじゃないかってことがね、これ見て取れるわけですよ。だって銀行がお金貸してくれてるんだからね、成功の可能性がないとお金貸してくれないじゃない。だからいい感じですよね。はい、でここが重要、持ち株会社投資事業、まあ要するにソフトバンクのことなんだけども、ソフトバンクグループは開店休業状態だよ。今市況が危ないんでね、投資は控えるって言うんだけども、でもソフトバンクグループは安泰なわけですね。ここがね、楽天モバイルとの決定的な差かなって思うわけですよ。楽天モバイルは大赤字だけど、ソフトバンク、あの KK の方ね、携帯会社はもう真っ黒だからね、そこから配当金がバンバン出てるんで、ね、資金にはすごくね、余裕が出てくるわけですね。はい、ソフトバンクが売上の大半ですよ。で、超高配当、売上増加の親孝行なソフトバンクという子会社を持ってるのが強みですよね。で、連結でソフトバンクの売上はソフトバンクグループの売上に直結しますからね。財務諸表出しますんで、その後内部取引を消すんだけども、ほぼほぼ内部取引じゃないからね。はい。で、ソフトバンクの成長戦略なんですけども、ね、これビヨンドキャリアなんだけど、これね、グループの戦略としてすごくうまくいってるなと思います。ちょっと復習しましょうか。はい。これソフトバンクの方の決算説明会の資料なんだけども、孫さんが PayPay の類をね、持ち込んで日本で展開してるわけですよ。まさに AI 技術を日本で実践してるのがソフトバンクでございます。で、配当の4割をソフトバンクグループがね、株主筆頭で4割持ってるからね、その配当が4割の配当をソフトバンクグループが受け取って、そしてそこから投資に回してるわけですよ。で、そのノウハウをもう一度日本で展開するような感じで、ぐるっと回って戻ってくるような感じの戦略が今大成功してますよと。総還元成功 85%、 利益の 85% を配当するって方針なんですけどね。真の配当成功って 85% ですか？ 85% が社外に流出してるんですか？そうじゃないわけですね。だって4割ぐらいをね、同じグループの中で吸収するからさ、40% は社外流出しませんよと。だから85の 60%、51% がね、グループ外に流出するわけですよ。だから真の配当成功は半分ぐらいね、8割5分じゃないですよ。で、この 40% をどうするのって話なんですが、先ほど申し上げた通りでございます。再投資に回すわけですね。で、将来への再投資をソフジーの方がもうすごい得意なわけですよ。だってそうなんだもん。その成果をね、ソフトバンクに還流するというようなものすごくいい戦略になってるわけですね。そしてそれが今親会社であるソフトバンクグループの開店休業状態を支えてるっていうような感じですね。で、セグメント利益って、これソフトバンクの利益の増加分ね。これね、これが 3.8%。これ連結会計を経た上で、ソフトバンクグループの方で会計上認識する利益が 3.8% 増えてます。で、だからね、ソフトバンクグループの投資の方が開店休業状態だったとしても、ルンルンって感じなわけですね。で、PayPay の登録者もガンガン増えていてと。
そこに至る道すがらでは、先ほどご説明した通りでございます。ソフトバンクグループの方の技術の持ち込みがあったんで、現在のソフトバンクの脱携帯化が上手に進んでるよってことでございます。AI 革命進行中で日本で展開しているのはまさにソフトバンクのね、携帯会社の方です。それにプラス ARM が出てくるわけですね。これ第2のアリババだよって孫さんおっしゃってましたけども、はい。なんと新しいアーキテクチャが出ましたよって、これそもそもすごいですよね。技術は当初からすごかったんだけど、なかなかね、経営がうまくいってなかったわけですよ。そしてそこを孫さんが買ったっていうことで現在に至ってるんですけどね。ほら、この近年になってこれピョコーンとね、飛び上がってるじゃない。なんでこんなアームの出荷数が伸びたのってね、 なぜでしょうってと届けてみる。売り上げもほらポコーン増えてるじゃん。ボヨヨーンとね、 35% も急増ね。なぜってまたとぼけてみる。そして EBITDA ね、これ利益の方もね、なんと 68%。 売上は伸びてもなかなか利益が出ないよねって会社がね、多いのよ。技術系はね、それは経営者が元本なんだからね。技術力はすごくても経営がダメダメだとね、なかなか利益出ないもんね。はい、なんでこんなになったのってね、理由は何ですかってまたもとぼけてみると、はい、で、はい、で結局ね、ほら ARM を NVIDIA に売却するつもりだったんだけど、力が強すぎるからものすごくね、独り勝ちになっちゃうんで、各国政府がやめてくれってことでね、潰されたわけなんだけど、今回福岡 ARM がね、株式上場に至る道すがらに今いてよかったねってね、不幸中の幸いというか、ひょうたんからこまというか、いや、ひょうたんからまで違うか、いい方に転んだわけですね。で、これもちょっと復習ですよ。アームチャイナってさ、アームのチャイナのところがね、ちょっと異常だったわけですよ。あんな状態で上場できるかっていうと、ガバナンスの面から無理だよねって感じだったんだけど、この前の決算説明会の時に孫さんがね、もう大丈夫だよって。いうことで大丈夫だよと。でこの詳しい経緯はね、よろしければね、もうこちらご覧くださいね。こんな形で2022年4月のあたりの頃、あたりの頃ってこの頃の動画作ったの。これコンプラでアウトでなかなかね、アームの常駐で難しいんじゃないかってね。協業ひしぐむとかちょっとなんか変な言葉出てるけども、なんちゅうかね、まあまあとりあえず政治リスクのような感じでやばいなって感じだったのよ。で、アームの売却の失敗と根っこが同じなんで、上場も難しくなるんじゃないかってことだったんだけど、これが解消されたんで、よしよしということですね。で、利益が出なかったぞってところについては、新経営体制になりましてと、もう孫さんが直接ね、このやってんだって。で、新しい CEO と CFO を迎えて、はい、で、技術者に経営は無理だったって状況から、もう大丈夫な状況になったんで、これはうまくいくんじゃないかしらって期待できますよね。ほい。で、じゃあ、と財務戦略はどうですかって、攻めはよしよし、でも守りはどうですかってことなんですけども、はい、投資会社として最適な財務運営体制の確立ということで、ほい。これですよね、LTV ね。負債を持ってる保有株式価値で割るっていうことですけどね。借金をナブネ、ネットアセットバリューで割る比率っていうことでね。これを 25% 未満に抑えるぜってことを今徹底してやってますよと。これね、孫さん、うまい例えでしたね。信用取引をやるにあたって、で 25% を超えないようにしてるよってね、そういうことだよっていうことをね、おっしゃってましたね。で、私、社債をかなり持ってるんだけど、償還資金2年分ね、しっかり手元流動性を持っててくれるんで、まあ、安心して眠れるわけですね。社債権者の保護もしっかりしてくれてます。手元流動性が今、熱いんですよね。今、市場が危機なんで、守りを厚くすべくですよ。社内規則としまして2年間の社債の償還に耐えるぐらいの現預金を持っとこうねってことなんですね。 1.3 が2年分でしょう。 2.9 ってことは2年分の倍の金額の手元流動性があるからね、これは安心ですね。でね、ほら安定的な財務運営の両輪ね、ローントゥーバリューを大体今2割ぐらいにしてて、手元流動性も 2.9 兆円あるからね。これ倒産するって昔から言う人いるけどさ、なんでって思うよね。
全く心配いりませんよ。ソフトバンクグループの下にソフトバンクもいるからね。で、投資と回収ってことで、これもね、いい感じ。再投資の原資なんだけど、持続可能なね、投資事業を、もうなんだろう、内部構築するぜってことをね、宣言されていて、これ、新しい投資は、今の投資のものから出てきた分配金の類とかね、ほら、さらにほら、ソフトバンクの、あそこ超高配当なんで、その4割が安定入金されてくるわけですよ。原資はね、さらにもう一つ、先ほど見ましたね、アセットバックファイナンス等があるからね。はい、さっきのこれね、こんな感じでね、自分とこの、投資した株式を元にして借り入れて、それを元にして、そして新しく投資しましょう。で、その借り入れは2割ぐらいに抑えるんだよっていうような、そんな仕組みですよ。で、そのお金はね、自己株式の取得にも当てるのよと。1兆円さ、買いますよってね、ものすごい額だよね、これね。11月8日までやるんだけども、まあ、大体半分ぐらいね、進捗してますよと。今後もね、自社株買いは積極的に行っていきますよと。配当では報いるようにはしない感じにし、減配はしないけどね、増配も難しいかなってね。長期的なお付き合いをする上で、孫さんとしてはね、自己株式の取得による株主価値への貢献をするんじゃいということをおっしゃってましたね。はい。配当は短期志向だよってね。だって配当もらっちゃって、そのまんまどっかに行っちゃったりなんかするとね、短いお付き合いだもんねって。長期で見るにはね、孫さんとしてはね、自己株式の取得によって応えていきたいっていうことをおっしゃってましたね。私もそう思うな。ほいで、はい。開店休業状態からアームの上場で爆益が来年の決算で実現すればいいなって状況ですね。まあ、短期的に爆益への可能性もあるし、長期的に見てもね、安泰かなって話をね、これからさせていただければと思います。まさにこれ、株価パフォーマンスなんだけど、2021年の6月24日からですね、落ちてるねって。そりゃそうだって、ナスダックも落ちていって、中国ナスダックドラゴン指数ね、HXC も落ちてまして、ちょうど真ん中ぐらいよねってね、そりゃそうだけどってさ、いつになったら株価は上がるんじゃいと、本当に上がるんですかっていう質問で、孫さんは長期で爆益だよってお話をされてましたよ。はい、これがソフトバンクグループの上場来の株価でございますよと。1万円ぐらいね、ここね。ね、今5000円で半値なんだけど、なんとなく右肩上がりだよねってね、いうことですね。で、これってさ、株価はね、ナブに従うんじゃないですかってね、もうなんとなくそんな雰囲気ですよね。で、まあ、孫さん曰くですよ。はい。ナブはね、インターネットトラフィック、インターネットのね、トラフィックの量に従って伸びているんじゃないですかってね、なんとなくですよ。で、はい。で、そのインターネットトラフィックっていうのが今後爆増しますよと。そしたらナブも爆増するんだからね。株価は爆上げするんじゃいって、そんなことをおっしゃっておりますね。ここでね、ちょっと今吹いちゃった。万有引力だって言い出しましたよ。これは間違いないぞと。まあ、そりゃそうでしょうね。まあ、ものすごくね、乱高下するけども、長期的に見ると、まあ、万有引力に引き込まれるように上がっていくんじゃいってね。そんなことをね、信じて疑わないと。で、進化に投資するんだって。なんだって思ったもん。万有引力って、進化って誰も出てきたと私思っちゃいましたよ。で、進化に投資していって、だからね、そういうような投資信託な感じかなって。ソフトバンクグループの株を買うっていうことは、AI 投資信託を買うようなもの。で、ファンドマネージャーが孫さんって感じですよね。で、ほら、こんな感じでさ、幅広く AI のユニコーンに投資してますと。AI 投資で未上場のね、将来有望な株が買えますよってことですよ。で、そのヒットが ARM で、これほら、ソフトバンクの株を買う、すなわち AI 投資のようなものなので、ARM もね、未上場の状態で株価がつく前に買えますよっていうことで、ARM が上場によって大化けすると、ね、AI 投信を買って、AI 投信の基準価格がボカンと上がるような感じで、ソフトバンクグループの株も上がるのよということですよ。で、インターネットビヨーンと伸びて、そして、ナブが爆増し、株価爆上げっていうような、そんな筋書きだったよね、孫さんね。
で、イントラ爆増イコール何ですかってところで、孫さんこじつけた、これだ、はい、イントラ爆増アーム出荷数だぜとおっしゃってるの。本当かよって、まあよく重ねたね、これ。うまくね、グラフを操作したんだろうな。でもね、信じられちゃうからすごいよね、これ。すごすぎ。まあこれ、当たらずとも遠からずというか、まあそれはそうなんだろうけどさ、こうもうまく、もうよう重ねたね、これ。まあまあ、とりあえずまあ信じてあげましょうよ。はい。で、市場を牽引するっていうことですが、スマホはほぼ 100%。アームだよってね、これも疑いもない知識ですよ。他にタブレットの類とかあるからね、全部入れても 95% ですって。早くもね。で、スマホの革命はもうとにかくアームがやったんじゃと。電力消費量が少なくかつね演算能力が高いんで今のスマホがあるんじゃいと。まあそれはそうだ、実際そうなっちゃったからね。今のスマホってすごいね。私もね1年前からねスマホにしたんですけどね。はい、スマホみたいに他も革命だぜってさ、あらゆる技術革新をアームが牽引するんじゃいと。で、クラウドもね、ルンルン革命だぜってさ、電力量が少ない、かつ高演算能力なんで、クラウドもアームのね、方に今、ぐんぐんとね、こう傾いていくよと。で、そのうちね、もうアームばっかりになっちゃうんじゃないかと。自動車も、これ、電気自動車そうでしょうね。まあ、コストの4割方がね、電池系なんですって。ここもね、省電力革命だぜってことで、アームがね、これからどんどんとまたね、このトップシェアを占めていくんだろうなと。新幹に投資しますよと。万有引力プラスダービーンってさ、ムママってなるよね。本当かよってなるよね。孫さん、しつこいけど説明続けるよってことで、こんな話されてましたね。決算説明会の時とかね、よくね、このやつでね、言ってましたね。時価総額がさ、1994年を1として、IT バブルの時30倍になりましたよって。その後ネットバブル、IT バブル崩壊して10倍になっちゃったんだけども。でもさ、ちなみにこの時にソフトバンクグループの株価はね、100分の1になりましたよって。これもね、動画作ってるんですよ、過去にね。ものすごく面白かったな、もうこれ。感動もの。おばあちゃんの話が出てきたね。まあまあ、とりあえず。はい。で、でもね、30が10になったとしても、ね、これ1が10になってるからね、3分の1になったとしても10倍になってるわけですよね。で、その後ですよ、ドーンとまたリーマンの前に再度またほら10だに落ちたのが100にまで上がりまして、10が100でまた10倍になりましたよと。そしてリーマンショックで100が50になっちゃったんだけども、まあ、2分の1だとしてもね、10が5倍になってるわけですよね。で、その後どうなったかというと、はい、これね、コロナ前ですよ。2400になっちゃった。この50が2400になっちゃったんで、割り算すると48倍になりましたと。そして、今ですけどね、1400倍くらいになっちゃって、もう半減したんだけども、今でもね、1400÷50なんで、28倍ってことですよね。新刊に投資してるんだよって、これからどんどんと上に上がっていくんだよと。振幅は激しいんだけどね、伸びはどんどんと加速していくんではないかということですね。万有引力だもんってさ、そんなお話をされてましたね。じゃあね、リスクは大丈夫なんですかってね。お互い信用買いはほどほどにしましょうねって話されてました。これは分かりやすかったですよね。これ、適切な資金か厳選した投資。一言で言うと、今は危険なので守り重視ですよと。で、LTV もね、思いっきり改善今してますっていうことで、信用買いは2割ぐらいでね、まあ私はよく眠れてますと、安眠できてますよっておっしゃってましたね。で、裏を返すと信用買い2割ぐらいにしてるんで、社債の返還の資金が手元にいっぱいある、だから眠れるわけですよね。で、必要な分の倍ぐらいね、2年間で 1.3 兆円の償還をするよと。社内の内規として2倍以上は持ってなきゃいけませんよっていうことなんで、 2.9 兆円ありますからね。社債権者の私としては安心ですよ。で、はい、新加に投資 LTV を死守って絶対守るぞと。何のためにって、長く投資を続けるためでしょうね。はい、明日の株価は知らんけど AI 革命に迷いなしと。 LTV を死守して長く相場にいますよってことを言われたんだと思います。長期投資すれば爆上げするよってことですよね。ならばね、はい、
で、ニコニコで、終始満面の笑顔でしたよ。今回機嫌良かったですね。前のね、決算説明会の時は暗かったんですけども、吹っ切れたんじゃないかなって思うんです。はい、これ私の引退宣言だったんじゃないかな。だからね、こんなにニコニコしてできたんじゃないかなと思いますよ。どういうことかと言いますと、はい、ほら、事業家としてはもう私老いちゃったんだけど、ってね、もうダメダメなんだけどってね、でもね、投資家としてはこれからが本番だよってね、またやるぜと、15年頑張るぜとかおっしゃってましたね。これからが本当の僕だってさ、もうゴルフに行って、もうドライバーでバコンと叩くけど、大して距離出なくなっちゃったんだけどね、でも若い人には負けんぜよって、68なんだな、ね、すさまじいもんがありますね。アマチュアには負けないって言ってましたね。ウォーレン・バフェットがね、90歳超えて現役バリバリですからね、孫さんにもまだ30年ぐらいあるわけでしょう。彼ならきっと超えてくれるんじゃないですかね、ウォーレン・バフェットね。そういう意味で長期投資を私も考えてましてね、社債はそろそろもう置いといて、いいタイミングで、社債をね、株の方にこう振り向けていこうかなと考えております。聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。